はい、どうもミスティです。今回ですね、川中島決勝戦でございます。はい、ということでね、見ていきたいんですが、いろいろとね、機材を忘れてきましたので、今回ヘッドホン等全くなしで収録ということになります。皆さんよろしくお願いします。いやー、失敗した。もう忘れてきちゃったのはね、本当に失敗、本当申し訳ねえなと思いながらね、早速観戦していきましょう。孤軍奮闘 VS 両風一陣決勝戦ですね。そしてね、今日はね、ディスコード入りたいんですけど、今入れておりません。はい、ちょっとね、パソコンの調子が本当に悪くて、さあ今日はね、皆さん宴会した後なので、私もビールを飲みながらね、見ていきたいと思います。あー、いい音、いただきます。あー、うまい、うまいな。ということでね、ビールを飲みながら観戦という形を取っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、残り1分半という感じですね。昨日からね、私1時間しか寝ておりません。よしよし、入れましたね。さあ、残り30秒です。ね、公式生放送もやっているのでどうなるか分かりませんが、後でね、公式生放送の方も確認していきたいと思います。ではやっていきましょう。さあ、孤軍奮闘頑張れ。さあ、いい感じで最初がね、いけておるのかなという感じでございます。さあ、そして味方側矢倉はしっかり取れておりますと。相手もね、自分とこの矢倉に来てますね。さあ、ここでアスナさん来ておりますと。さあ、頑張って。ちょっとね、公式生放送もね、見ながらやりましょうか。さあ、ボーローの左側ぐらいに、立ってますね。さあ、そしてね、もうこれを分かっているので、
敵やぐらに立てるみたいです。いいですね。さあ、公式生放送の方ではまだここ終えてないみたいですね。はい。さあ、ここの砦は壊したいな。さあ、そして、味方矢倉の方に飛びましたと。
これある意味ちょっと難しいね。ディスコ聴きながら YouTube 見ながらちょっと、撮影してるんですけど、さあ敵がボールに攻め込んでますね今ね。さあ味方側ヤグラナイスですね。さあ両風さんすごい砦立ててますね。早いな。すごいですね解説さん、読みがすごい。さあ孤軍奮闘は中央に行くと言われてますね。はい、中央ではなく B 城です。はい、さあ自陣矢倉放棄しましたね。さあアヌビスさんがここのね相手の砦で倒したのでいいですね。一応作戦通りでございます。さあ相手もねどんどん砦壊しに来てますね。なあすごいな。いいですよいいですよ、うちも行きましょう。ナイス壇上さん、どんどん行きましょう。あーやられたね。これ公式生放送見ずに収録した方がいいかもしれないね。
あ、今アスナさんが飛びましたね。アスナさんいましたね。オッケーです。ナイスです。さあ最終の方もナイスですね。皆さんナイスです。さあ味方がボールを、さああとはどこの城が、うん、開くかっていうところですね。うん、おトニーさんが敵側ボール来ましたね。ナイスです。さあどうなることやら。おダンジョーさんも来ましたね。おキムニーも来ました。皆さんナイスです。さあそしてゴローさんナイスという声が聞こえてきましたね。いい砦を破壊したのかな。さあそしてね、公式生放送さん、え鈴風一陣さんなんですか。両風一陣じゃないんですか。ね、さすがにあの何回も同じ間違いはダメよ。さあここ壊したい、壊してしまいたい。あと6人、おナイス、ゆたまさんナイス。どん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 行こう。さあここまだね、おナイス。ここで入ったら入れないね。うん、あーいかんね。2つとも両風一陣さんに取られそうだね。うん、まあ仕方ない、いいですよいいですよ。うん、まだまだ時間はありますよ。さあ味方がボールを、うんナイスですね。まあアスナさんもいますしね。ワンダさん、ディーポークさんナイスです。あーベルさんもいますね。うん大丈夫そう。さあそして中央ナイスです。孤軍奮闘で周り固めましたね。いいですよいいですよ。さあここからね、直太郎さんからの指示が出ました。
敵やぐらを狙いに行くと。ナイス。さあ欲張りに行きましょう。ねえ、どっから伸ばしていくのかな。ああ、ここだね。ああ、ダルさん、ナイスナイス。ああ、やっぱ来ましたね。うん、攻めてきてますね。さあ、味方ボールはナイスです。取りました。さあ、敵側ボールはちょっと、取られちゃいましたね。さあ、そして C 城ですね。ナイスです。皆さん、取りでナイスです。いいよいいよ。さあ、トニーさんも硬いと言ってますね。呂布一陣さん強い。さあ、今のうちにね、矢倉を伸ばしていきたいと思います。いいですよいいですよ。さあ、この辺かな。硬いなぁ。トニーさんで勝てない。おー、いいよいいよ、いい感じで。まあちょっとここは耐え時だね。ちょっと相手の矢倉に伸ばせないな。さあ、相手のね、お酒三昧さんが強いと。まあ仕方ないな。さあ、取られましたね。まあ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 仕方ないと。さあ、スナさん、ナイスです。
さいぞ。さあ、そして B 城ですね。 B 城の方がちょっと危ないね。 B 城取られちゃうよ。さあ、中央がね、残り2分40秒、ぐらいですね。さあ、笹健さん、ナイスです。いいですよ、ナイスです、笹健さん。さあ、敵側ボールを。いいですね、いいですね、取ってますね。さあ、そして、療養所の方に伸ばしておりますと。さあ、ここは行きましょう。うん。ここ取って、矢倉までね、目指していきましょう。いいですよ。まだまだ、ここからですよ。ね、カルダノ戦みたいな、熱い戦いをね、していきたい。B 城は、ほんとやばいな。うん、さあ、そして、中央。残り1分。ここ大事。さあ、今でもね、公式で放送されましたね。さあ、デイジョー、佐々木さんのおかげで、相手取り手がいなくなりました。はい、ここ、いいですね。ナイスです。さあ、中央開きますよ。
さあ、アスナさんがね、デー城にいるので、中央に来ていただきたい。さあ、ここ中央はね、しっかり取らないといけないと。さあ、私ビール2本目でございます。500を2本目でございます。いや違うな、3本目でございます。さあ、孤軍奮闘、優勝しますよ。 OK。ダンジョーさんとベルさんが公式生放送で呼ばれてましたね。さあ、ここですね、ここで取り切らないといけない。さあ、アスナさんも来ました、ナイスです。ここは行きましょう。はい、ナイス、いいよ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 、入った、オッケー。さあ、これでね、進みますね。さあ、お兄さんがね、D 城頑張って刺繍してますが、この相手の亀様うまいな。さあ、暴露がね、取られておりますが、まあ、ボーロよりも、まずは中央を取ってしまおうという感じですかね。さあ、来ました、矢倉。さあ、ダルさん、ダンジョーさん来ました。いいよ、いいよ、いっちゃえ、いっちゃえ。ナイス、取りでナイス。さあ、矢倉来ましたよ。ナイスです。さあ、アスナさんがね、のろし入ってくれてるので、ナイスです。さあ、頑張れ、これいけるよ、矢倉いけるよ。さあ、 OK、 ナイス。さあ、これでね、 60% バフでございます。来たよ来たよ、ここからよ、孤軍奮闘。
さあ、そしてね、今トニーさんバグってると。さあ、ここでトニーさんラグイということでロード中とこんなとこでやっぱりね、みんな見るんでしょうね、決勝戦だから。仕方ないっちゃ仕方ないけど、ラグイのはどうにかしたいな。さあ、ここはヤグラ取りに行きたい。さあ、まだ相手ね、6万、6万ポイントだからね、全然いけるよ。さあ、笹健さんナイスという直太郎さんからのお言葉でした。いや、あのね、やっぱり知ってる人、笹健さんはね、新信以外でも知り合いだったので、そういう人の名前聞くとね、すごく嬉しい。さあ、いいよ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 、ナイス。あ、ちょっと減った減った減ったけど入ってる、減ったけど入ってる、ナイス。いいよいいよいいよ、どんどん入ろう。いいよ、ナイス。さあ、相手の取りで、そして自陣取りで気にしながらね、やらなきゃいけないのが大変ですが。さあ、ダルさんナイスと。あ、上ね、ナイス。ここいいね、ナイスでした。さあ、残り30秒。いいよいいよいいよ。さあ、そして味方ヤグラは安泰ですね。オッケー。さあ、 B 城。さあ、まずはね、矢倉をしっかり取ろうと。5 4 3 2 1。はい、ナイス。さあ、こっから B 城ですね。さあ、 B 城いきましょう。さあ、皆さんナイスです。いいよ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 。いいですね、いいですね。さあ、ここの取りで、やられちゃいかんよ、やられちゃいかんよ。さあ、採取の皆さんのおかげでね、いろいろ使えるので、ナイスですね、さすがでございます。さあ、 D 城開きましたね。さあ、ここはいける、ここはナイスです。いけるよいけるよ。中央はまあ今のところ OK ですかね。いいよ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 。さあ、ナイスです。
味方ボールナイスです。さあそして相手ボールですね。さあそしてね、相手の療養所にも着きますと。いいですよ、いいですよ。そして、カイズ。さあ、中央。そして D。ああ、ちょっと来てますね、来てますね。砦をしっかりと。さあ、ウッチーさん頑張れ。あー、いかん。ちょっと入られたな。さあ、カイズも大丈夫ですね。さあ、そして相手がボーロー。ナイスです。さあ、そして味方ボーローですね。あー、金太郎さん頑張れ。いやー、ちょっと入られた。さあ、海津城、ナイスですね。ああ、ちょっと砦がね、やられてますね。さあ、B。ああ、一気に来たね。さあ、でもやっぱりね、60% バフは強い。さあ、ではナイス、ナイスです。さあ、こっからね。B も大丈夫だね。ナイス。さあ、中央来てますね。さあ、基地ナイスです。さあ、両風一陣に入られましたね。
さあ中央ね、ちょっと両風一陣に取られてますね。さあここのろしを取りたい。強いな、 60% バフなのに。さあナイスです。さあまだ20分あるよ、いけるよ。さあのろしの方ね、トニーさんも言ってます。ベルさん、西村さん、アルビスさん、ダイトさん言ってますね。どんどん行こう。さあ KY 味噌野郎クーじゃなくなったね、味噌になったねさあここ中央ね。さあアスラさんも来た、ナイスです。いいよいいよ、アスラさん行こう。行こう、ナイスだ。あー辛いな、入ってくるな。あーでももうこっちがね、こっちがやられるね。さあ KY さんナイスですね。さあ B 城はしっかり取らないといけない。さあ B 城がねやられてますね。
いやーこれなんなん、相手強いな。こんな強かったっけ。さあ、取られたね、B 城。さあ、中央空いた。ここで行こう、ここで行こう。大丈夫よ、まだ大丈夫よ。いやーでも 60% バフ持ってて、あんだけね相手を倒せないっていうのはどんだけ強いんだっていう話よね。まあそのシスハさんを破ったぐらいの力があるので、まあ仕方ないかなっていうのはあるけど、さあのろしは孤軍奮闘と。さあ敵側ボーロー、まあ、一応うんギリギリだね。さあそして味方ボーロー、ああ取られてますね。まあ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 しゃあないけど、中央は絶対に取らないといけない。これはな、はいナイス、いいですよいいですよ。さあ6000ポイントぐらいですね。これなんとかなるんじゃないかな、というよりはなんとかなってほしい。
さあ、なので相手側ボールをね、うわぁ、強えなぁ。これちゃんと 60% バフかかってる？さあ、中央はナイスですね。このまま行きたい。あ、いいよいいよ、敵側もいいよいいよ。さあ、西村さんナイスです。さあ、そして中央ですね。ここは絶対に取らなければいけない。さあ、ナイスです、中央。オッケー。いいよ。さあ、残り5分ですよ。さあ、来てるよ来てるよ。さあ、ナイス。ギリだね、ギリだね。いいよ、いいよ。あれ？味方がボーローに孤立使って、表示が9分と。意味がわからない。さあ、敵側ボールナイスです。まだ2分だよ。2分あるよ。いけるよ。さあ、味方ボールを取れましたね。ナイスです。いいですよ。さあ、ここでポイント的には逆転。いいよ、逆転いいよ。
さあここやったぞやったぞ。さあ敵がボロもナイスです。さあいいよ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 。暑い、今回も暑い。いいよ。残り20秒。いやーこれは嬉しい。これはマジで嬉しい。2、1、試合終了。ナイスです。おめでとうございます。マジで嬉しい。もうちょっと待って、書かして。はい、ということでね、孤軍奮闘勝ちました。よかったさあここでね、あのトニーさんがね公式生放送に出るので、やっはい、孤軍奮闘優勝です。公式生放送でも今言ってますね。ありがとうございます。やったねえ、もうあの孤軍奮闘らしさがもうもろ出た試合ですね。うん、よかった。でもね、こんな試合のせいで、あ、最優秀総指揮官直太郎さん、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、よかった。もう収録頑張ってよかった。うん。はい、ということでね、第3シーズン川中島の戦い、優勝は孤軍奮闘です。よしよし、目標達成ですね。いやー、本当おめでとうございます。はい、ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。もうこのまんまのテンションでね、ビールの方飲んでいきたいと思います。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。通知オフでいいんでね、チャンネル登録だけでもよろしくお願いします。何かあったらコメントの方にお願いします。では、また。